まずは地球の掃除と思って凶悪犯の名前を書き続けた。やがて誰も悪いことができなくなるように。そして罪を受けて当然な悪人が心臓麻痺で死んでいく裏で、道徳のない人間、人に迷惑をかける人間を病死や事故死で少しずつ消していく。そうすれば確実に世界はいい方向に進んでいく。そして僕が認めた真面目で心の優しい人間だけの世界を作り上げていく。そんなことしたら性格悪いのお前だけになるぞ。何を言ってるんだリュウク。僕は日本一と言ってもいいくらいの真面目な優等生だよ。そして僕は新世界の神となる。やっぱり人間って面白い。Oh.